JVX はホンダ技研工業が1997年の東京モーターショーで発表したコンセプトカーである。4台からなる J ムーバーの1台として1997年の東京モーターショーで発表された JVX は21世紀に向けてのライトスポーツの提案として運転する楽しみと環境への配慮を両立した車両をテーマとして展示された。 大幅な燃費向上を走行性能を損なわず可能にするため、コンパクトな軽量ボディに1.0リットル自家産直噴ビテックエンジンとアシスト用薄型 DC、ブラシレスモーターとで構成されたパワートレインを搭載、それにホンダマルチマチックが組み合わされていた。これらは約2年後に発表されたインサイトとして市販されたが、直噴エンジン、ウルトラキャパシタや、 ガラスルーフ等は採用されなかった。パーソナルハイブリッドカー、インサイトを11月より発売後に、直噴エンジンは、ストリームのアブソルートに、ウルトラキャッパシタは FCX に採用された。ありがとうございます。